ちの任務は勝間くんたちの護衛だ。デク兄ちゃん、なせるかよ。触れて浮かす。など必要ない。ご家族は？故郷のナブ島に娘と息子が。ナブ島にヴィラン襲来、至急救助。それ個性喪失事件の容疑者です。庄司、勝間君たちを連れて脱出を。見つけた。リクエスト部、出しつけろ。私の作る新世界では、新世界、強き者が弱き者を支配するユートピアだ。真の超人社会のあるべき形だ。新世界を拒むか。オールマイトならどうする。こんなところで終われるかよ。私の個性は聖火のごとく引き継がれてきたものなんだ。かっちゃん、ヒーローは守るものが多いんだよ。ヒーローとは常にピンチをぶち壊していく勝つ方法がたった一つだけ。てめえを使えんのかよ。譲渡した後も残り火で僕らを守ってくれた。ワン・フォー・オール、これで助ける。てめえの夢もこれで最後だな。いいんだ、秘密を共有している君なら。
同じ人に憧れ続けた。どんだけピンチでも最後は絶対よいけるんだ。さようなら、ワン・フォー・オール。生きてるかい、常闇くん。ホークス。お前。緑谷少年、君はいつでも人の心配を先にするな。母ちゃんにすごく無理をさせたから。爆豪少年に。そうとしたんです。ワン・フォー・オールを。ガッチャ2つのワン・フォー・オールを使わないとヴィランを倒せなかった。だから後悔ヒーローになれるって言ってくれたのに、ごめんなさい、オールマイト。緑谷少年、私は君にワン・フォー・オールを渡したこと。ワン・フォー・オールが譲渡が完了する前に爆豪少年が気絶したから、命を懸けて勝とうとした者に圧勝。歴代の皆様、何をする気だ、死柄木弔。死柄木、いい人生だったかい。これからだ、これから。そう、一人でいい。お疲れ様。どうなってんだこれ。ワン・フォー・オールは今も僕の中にある。今回の事件、島の人たちを守りきることはできたが、その被害は小さくなかった。何も黙って帰ることなくね。ねえ、復興の邪魔をするわけにはいかない。あのガキどもに挨拶せんでいいんかよ。言ってあげたいことはあったけど。兄ちゃん、爆豪、みんな、僕強くなるで。お父さんとお姉ちゃんを守れるくらい。その言葉は忘れんな、クソガキが。